中手骨のこの間を埋めるようについている筋肉を中腰筋と言います。でこの中腰筋が収縮すると指がこう曲がってくるんですね。でこれを利用してダブルストローク叩きます。でその時なんですけど、まずですね、こういう感じで手のひらを上に向けますね。上に向けて、で手首を開内させます。ダラーンと。こっからこうしますね。ほいで、中腰筋収縮させるとこういう感じ。ものすごい速いこう開外開内運動がこれでできちゃうんですね。だから意識するのは開外だけでいいんですね。こういう感じで手のひらを上に向けて、ダラーンと開内させますね。んで、中手骨、あ、中手骨じゃない、中腰筋を収縮。パッとこう。で、まあ、これ利用すると。中腰筋使ってダブルストロークするとあんまりリバウンドとか関係ないんですよ。スネアっていうかパッドでもこれぐらい出ますし、フロアでも中腰筋を使ったダブルストロークができるとこんな感じで、ビートにも応用ができます。